はい、皆さんこんにちは。今ね、軽井沢の鶴屋にいます。鶴屋名物野沢菜漬けのおやき食べてきましたと。ではこれからね、軽井沢から国道146号線だっけな、それで行くと草津の方行けるんですよ。前々から行ってみてなぁと思ってたんで、ちょっと今回その道で軽井沢から草津温泉行ってみたいと思います。草津温泉行ってみたいと思います。いやー、なかなかね、軽井沢から草津、これね、冬ね、気づいてもさ冬はマジ行けねえからクソ寒くて、で途中でね、万山坊だっけな、なんかね、景色がよく見えそうなところがあるっぽいので、ちょっとそこを一回休憩地点かつ目的地として泊まりますね。こんなわけで行きたいと思います。でその間ね、国道146号線に乗って行っちゃいますね。そこだとね、行けるんですよ、草津温泉まで。ただね、冬は行けないので、今この時期こそそこを走れるって感じじゃないですか。さて、万山坊だけど、妻恋長野から、結構こっから妻恋結構遠いんだね、39キロか、ただちょっとね、案外万山坊近いな、6.3 キロか、まあいいよ。そう、なんか軽井沢って感じ。お、涼しいな、ここ。やっぱ、あれだね、日陰に入るとすごい涼しい。はい、国道146号線。まあ、あんまり、あれだね、万山坊近いようだな、そのまま草津まで行っちゃいますか。お、なんかすごいな、船が。なぜにこんな山奥に船なのかわかんないけど。軽井沢だとなんか似合うっていうね。うわ、なんかすげえな、軽井沢っぽいな、ぽいな、ここすげえな、軽井沢来てます感強えな、いいねこれさ、寒くないからいいよねこれ涼しいからこの風景が最高なんだよね。これ寒かったらたまんねえもんな。もうやっぱ避暑地っていいね、避暑ってるね。何気にね、ちょっと道が結構ここから入り組んでるんですよね。もうなんかおしゃれだね。なんだろう、同じ森でもさ、やっぱ軽井沢は違うよね。なんか違うよね。なんだろう、赤城山と何が違うのかな。なんかそこはかとないこのおしゃれ感が。とはいえ結構地図で描かれてるこの道は結構攻めてるけどねなんだろう、杉がねえからかな、なんだろう。あとガードレールがこれか、このなんかウッド調なガードレール。いや、はい、こういうのあれだな、やっぱデザインのセンスなのかな。おお、こんなところになんかホテルあるよ。なんだろうな、やっぱ違うな、本当に森なんだけどな、雑木林なんだけど、なんかおしゃれだよな、軽井沢なんか、ね、標識は潰れてるけどここら辺らしいな、なんか着いたっぽいんだけど。よし、じゃあここね、国道のね、146号線と、あとね、なんだっけ、140、まあそのね、前後、国道の3つの始まり、国道の生まれたところだよね。で、そうすればもうあれだよ、多分草津なんだよね、きっと。大体そんぐらいちょっと距離的に、わかんないけど。まあいいや、国道のね、3起点の日をちょっと今回目指しますね。だからやっぱ御田部国道146号線はやっぱいいね。こうちょっとね、Google マップで調べたときにね、ああ、この道絶対いいなと思ったんだよね。しかも軽井沢と草津結んでるでしょ。絶対涼しいなと思ったもん。しかもその涼しさがちょうどいいんじゃないかなっていうね。夏ならね。冬は極寒だよね、多分ここ。冬はバイクじゃ通りたくねえな、ここ。おお、なんかすげえひんやり。ひんやり感半端ねえ。寒くはないよ、寒くはないんだけどひんやりしてますね。
白糸の滝。あ、有料なんだ、あそこの前なんとかハイウェイって。あー、ちょっと後で来てみよう。どうなってんのこれ。浅間白根火山ルートなんてなんだね。あっち有料道路なんだわ。なんだ、残念だな。知ってるよ。まあいいよ。次、ちょっとね、覚えておいて、今度あっち行ってみますか。案外さ、こんななんかね、群馬から遠くないようなところであっても、やっぱ来てないと知らないもんだね。ちょっと今回はね、なんとなく草津、今回はとか、そろそろ草津、行っときたい、行っときたいとか動画に残しておきたいなっていう。草津は別にね、行ったことあるし、結構行ってるんで、そんなに個人的に珍しいところじゃないんだけど、多分ね、撮影するの初めてなんでね、撮っておこうかなって。湯畑のとこね、バイク止めらんないんだっけな、セブンイレブンがあったんだよね、あそこだけ止められるんだっけな。いや、そうなんだよね、あそこら辺ね、止めらんないんですよね、観光地だし。おい、いいね、なんか後ろから来ないとさ、すげえこう、ゆっくり走れる。贅沢だよね。むしろこうなんていうの、ゆっくり走ることこそ贅沢だよね。お、ここは27度。草津28、嬬恋26、長野原は21、北軽井沢、北ですね、北に来ましたね。浅間ハイランドパーク。ハイランドパーク。浅間ハイランドパークだって。なんか随分押されてますね。あれ、ここは営業はしていないのかな。もうここら辺になると、なんだろう、軽い沢というより浅間っていう名前になってくんだね。鬼の押し出し浅間牧場。結構いろいろあるんだね、やっぱり。ああ、ちなみに今ね、ずーっと下ってんだよね。あんまりアクセルも負けないんだよね。なんかすげえな、どこもかしこも。なんかこじゃれてやがって。石焼き。チーズ牧場ってさ。公衆電話すげえなんか怖えんだけど。絶対夜中鳴ってくる、鳴るよあれ。で、撮るとなんかすげえ怖え女の人の声でなんかあれで話しかけてくるんだよ。ヤンバダム、あ、ヤンバダムだ。てかさ、だいぶ下ってるらしくてさ、暑くなってきたんだけど、だんだん涼しさと暖かさの狭間に今いるんですけど、これ以上下りたくないんだけど。これ以上下りたくないんだけど、なんか上り坂になってくんないですかね。でもあれだよね、でも草津は寒いよね。草津行くまでに上がるんじゃねえかな、多分。草津は寒いはずなんだよ。だから今ちょうど涼しいぐらいのはずだよね。もう秋頃行ったら凍えるほど寒かったもんな。やべえ、ずっと下ってるよ。どこまで落ちんねん。おー、なんだろう、この赤いのはなんだろう、しそ。すごいね、146号線、いいね。てか長野はみんな道がいいな。いや、長野はさ、やばいね、評価ポイント高いね。バイクに乗ってるか乗ってないけど、その都道府県のなんつうの評価って変わるよね。長野は点数高いわ。いや、いいね、最高だね。なんつうかな、軽井沢に行きたくなるっていう理由がやっぱ来てみると分かるよね。来てみないと なんで軽井沢なのって思いがちだけど、来たら来たで最高ですね。いや、でもやっぱこうするとさ、いや正直そんなに遠くはないけど、やっぱ日本は広いなって思うよね。
ここでまだあれだもんね、長野に来てるぐらいだもんね。いやー、本州の一番西行くだけでも相当距離あるな。だそう思えば思うほど行きたくなってくるよな。あ、ヤンバダムだ。ヤンバダム18キロ。なるほどね、この道ぐりは結構あっさりだね。草津と軽井沢浅間鳥牧場、こんなとこで鳥育ててんかね。鳥育てるか。あ、やべ、ちょっと暑いマジで、うわ、ちょっと暑いぞ。28度、やっぱそうだね、28度だもん。若干あったけえわ。いやー、すげえね、大パノラマってやつ。こういうさ、やっぱ圧倒的な質量っていうのは、なんつうのかな、感動を与えるよね。人間ちっちゃいなーって人間なんてちっちゃいなーって思うよ。うわ、すごいね。あ、やっぱこういう、なんだろう、国道の平らかね、走るやっぱこのバイク最高だな。ちょうどいい。あんまりうねうね動くのはね、そりゃそれ大変だけど、逆にね、こうゆっくり直進と緩やかなカーブであれば車重の重さが逆に安定感につながるね。いやー、しかしすげえな、こっから先の道がなんかもううねってるよ。つうかさ、やっぱずっと下ってんだけど、ちょっとそろそろ登ってもいいんじゃないですかな徐々に暑くなってきてるんですけどこれより暑くなると夏ですよまあ夏なんですけど勘弁してくださいよ。暑いの嫌だからこっち来てるのに。だんだん標高下がってきてるもん。群馬総品庫、うーわ、これ以上下がると暑くなるぞ。やべえ、もう暑いんだけど。やばい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 。いや、本当に降りるね。一回あれか、山降りるのか。そしてあれなのかな、登るのかな。やべえな、マジ暑くなってきたよ。おい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 、やばいってやばいって。うわ、夏だ、夏が来た、夏が襲ってきてる。この先は夏がいる。あ、でも平地の方に来てるもんね。あ、どこ行ってるうちに、そろそろじゃないかな。あと1分だよ。国道3つ、3つの起点、起点比上田、妻越、長野城、草津、あれ妻だな。うわ、おっしゃ、予告灯があってる。あ、これだ、あったあった、これだ、これがあの国道3起点ってやつ。取れたかな、よいしょ。お、来た来た、あれだ、 OK。そしたら、国道3起点の日まで来ました。はい、そんなわけでね、国道3起点の日まで来ました。では皆さん、お疲れ様です。